あ、大学卒業。お寄りになりたいの。もう好きなようになるになりな。好きなようになりな、もう本当に。就職好きなようになりな。OL に。本当。あ、そっか、真面目パラメータ高かったから OL だったのか。68年、3億円事件。3億円事件ってどこの会社のボーナス？でもビテスは寝てるし。日立、東芝じゃん。東芝、働きすぎらしい。え、あ、お金が全然ない。ごめんね。カラオケにしか連れてあげられない。海外旅行行かせてあげたかったけど。こう、ワイシャツじゃないの？ OL でしょ、だって。ワイシャツ？じゃ、ワイシャツ。ワイシャツ。ワイシャツって。私、外交官になりたいの。どうする？外交官になりたいの？何な？就職試験頑張るからね。なんか、なりたいものになった方がいいと思う。え？やっぱりダメ？ やっぱりダメでした？さすがに今の正答率じゃ外交になれない。あと1問だった。来年はプーとして過ごします？え、何？え、待って、一回会社辞めたの？このために。いや、将来設計どうなってんの？試験受ける、試験受けてから辞めたらいいのに。食べる前に砂出しが必要でない。アワビ？アワビってなんかいけそうな。あ、いけた。アワビでお色気アップってどうなの？大丈夫？あ、父さん母さん、大事な話があるの。私、この人付き合ってるの。25歳無職。彼の名前は山口浩二。私と同じ。ビネさんは生きてないです。二人とも、え、待って、ブータロー同士で、え、待って、お嬢さんは私にください。 ビネさん横で就寝してます。寝息立てて寝てる。この声で喋ってたのに全然起きない。娘さんください。やだ、すごいやだ。ブータロー同士ってどういうこと？どうやって出会ったの？好き同士の話、え、好き同士の話仕方ない。え、やだ。だって結婚式のお金親が出すんでしょ、絶対。73,443円を稼いでください。え？結婚費安いし。プータローの娘の結婚式のために、こんなお金稼ぐの？結婚認めたからだよ、もう。16レンズ？ 16 レンズ？あ、ギリギリいけそう。あ、でもそんなこと言っちゃダメ。そもし何がフランス革命、もし増税、送料、新聞、送料な気がする。新聞、あ、そっか。あ、やばい、やばい。いや、もう絶対わかんないでしょ、こんなの。何これ。もっといい男紹介してよ。本当はね、お色気ムンムンの娘をね、作りたかったの。やっぱね、ちょっとね、お父さんとお父さんのね、あ、今回お父さん2人で育てたんだけど、お父さん2人のね、まあ、育児の方向性の違いっていうのはやっぱ如実に出てしまいましたよね。そこから、まあ、1人はまあ育児放棄でね、全然ね、面倒見てくれなくなっちゃって、今はもう1人でやることになって、これはもう本当に家庭崩壊になりますよ、育児で。利根川じゃないでしょ。でも利根川が一番ね、カバンの長さが長いんだよね。あ、やった、やった。
一生終わらないループにね入ってる気持ち。横で寝てるし、育児放棄ビデ寝てるから。今の問題で弁護士になれるんだったらだいぶ簡単だけどね。まあ瀬戸率 30% じゃまあ不合格ですよね。まあ確かにこれはもうしょうがない、しょうがないけど、弁護士になれなかったからってブー太郎になるっていうのは違うと思う。それはやっぱりなんかなんだろう、この子に問題があると思うし、この子を育てた、ね、育ての親に問題がある気がする。あーどうしよう、ブー太郎、お嬢さん私にください。私にください。いやもうすごいいびきだな。いやだって好き同士にしたら結婚払うんでしょう。結婚許さん。あ待って、待って、あ、待って、嘘でしょ。びっくり、そんな入れ替えしてくんのすぐに。え結局あ6000も勝て、達成。突然入れ替わった男の子。いやもうこんな選ばなくていいよ。もうビバリンバって何、ビバリンバ教式って何。気になるからビバリンバにしてみるけど、ビバリンバ教式、待って見せてくれないのかな、この後かな。いやなんか化粧が、何これ、待ってどういうこと。はい、ここでセーブするの。何時ナムコは山口浩二の嫁となり、読めない誓います。ではここに北条の神ウンババの名において二人に子作りを、誓いの入れ墨を。わあわあ、あなんか見たことあるやつだこれ、バンジージャンプ。なんかいきなり車、飛行機、あ飛び立ってった。お父さんお母さん育ててくれてありがとう。待って間違えた完全に。視力判断力、あなたは凡人。いやもうこんだけ頑張って言われる言葉、あなたは凡人。